今日の動画では、ドラマや広告撮影での共演がきっかけで恋人関係に発展後、めでたくゴールインした韓流スターたちを紹介してみたいと思います。医療ブランドの広告撮影で初めて出会ったという二人。撮影中イーサンウはキム・ソヨンに好感を抱き、また共演できたらと思っていたそうです。その後、2016年のドラマ、ハッピーレストラン、ガファマンサソンで再会。ドラマ撮影期間に自然な形で惹かれ合ったという二人は、2016年9月に交際を認め、2017年6月にゴールインしています。二人の出会いは、2015年のドラマ、華麗なる誘惑での共演がきっかけでした。2016年3月、熱愛報道を機に交際を認めた二人は、約1年半後の2017年5月に結婚、2018年7月に第一子となる長女を出産しています。実は、芸能界に入る前からの知り合いで、幼馴染だったというヨンジョンフンとハンガインは、2003年のドラマ、黄色いハンカチでの共演を機に恋人関係に発展。2年の交際を経て、2005年4月に結婚し、2016年に女の子を、2019年に男の子を出産しています。2004年のドラマ、ラストダンスは私と一緒にで、初共演を果たした二人。当時は、良き先輩、後輩の仲だったそうですが、子孫が兵役除隊後の2007年から、本格的に交際をスタート。2008年の熱愛報道を機に、公開恋愛となりました。そして2013年9月、6年の交際期間を経てゴールイン。2015年に女の子を、2019年に男の子を出産しています。2013年のドラマ、100年の遺産で夫婦役で共演し、縁を結んだ二人。その年の末に結婚を発表。当時シム・イヨンは妊娠6ヶ月だったそうで、2014年2月に結婚式を挙げました。同年6月に長女が、2017年6月には次女が誕生しています。2006年、ファッションブランドの撮影で出会い、互いに好意を抱いたそうです。映画や試写会などツーショットで登場し、公認カップルとして知られていた二人は、約5年間の交際を経て、2011年に結婚、二人の息子を授かっています。2003年のドラマローズマリーで、キム・ソンウの妻役として共演していたユー・ホジョンからの紹介がきっかけで知り合い、交際を始めました。2005年に結婚、同年、第一子となる女の子が、2008年には男の子が誕生しています。二人は2010年放送のドラマ、キム・マンドク、美しき伝説の商人で共演したことがきっかけで、恋人関係に発展。2013年にめでたくゴールインし、2014年に長女を、2015年には次女を出産。自身のインスタグラムに娘との日常などをたびたびアップしています。二人は2002年の映画ジェイルブレーカーで共演。その後2006年の映画愛を逃すで食べる主演を果たすなどして親睦を深めてきました。2007年に交際をスタート。2009年5月28日に結婚を発表しています。1994年のドラマ、愛をあなたの胸にで恋人役を演じ、プライベートでも実際の恋人へと発展。チャーインピョの謙虚で礼儀正しい姿に惹かれたシンエラからのアプローチで交際がスタートしたそうです。1995年、チャーインピョの服務期間の休暇中に二人は結婚しています。韓国芸能界の代表、おしどり夫婦としても有名なお二人。ジョン・イナが時代劇になれず、悩んでいる時に助けてくれたのが、ユードン軍だったそうで、良き相談者から恋人に、交際から1年半後の、1989年にゴールインしています。2009年のドラマ、あなた笑ってで共演して以来、親睦を深め、約1年間の交際期間を経て、2011年に結婚しました。結婚から4ヶ月後に、長女を出産。臨月の時には、夫婦で CM 出演したことも話題となりました。幼馴染のような間柄だった二人は、
1989年ロッテの CM 撮影で再会し急接近。1993年のドラマ日曜日は耐えてくださいで新婚夫婦として共演した当時は密かに交際中だったそうです。1998年5月に結婚し二人の息子さんを授かっています。2003年ドラマあの青い草原の上でで兄妹役として共演したことから交際へと発展。2007年に結婚、同年10月に女の子を、2011年には双子の男の子を出産しています。仲の良い先輩後輩だった二人はドラマ田園日記で恋人役で共演。夫であるナムソンジンは当時キムジヨンに対し好意を抱いていたそうですが、友人関係が崩れるのを恐れ告白せずにいたそうです。その後キムジヨン家族の後押しもあって2004年に結婚、2008年には男の子が誕生しています。2007年のドラマ太陽主人記での共演を機に恋人へ、実は撮影時すでに交際中だったそうです。結婚式当日は日本から数百人ものファンが祝福に訪れたそうで、ファンのために招待客のレッドカーペットイベントも開催したというエピソードがあります。1991年のドラマ昔のクムチャンディでの共演を機に交際がスタート。ドラマの撮影期間、遅刻ばかりするユーホジョンを毎朝迎えに行くうちに情が湧き、イージェヨンから大変だお前が女に見え始めたと告白したそうです。約2年間の交際を経て1995年に結婚、二人の子供が誕生しています。ドラマでの共演も多く、仲の良い友人だったという二人は1993年に結婚。今でも敬語で会話するそうで、夫婦円満の秘訣は互いに配慮する心と述べています。二人の間には一男一女が誕生しており、成人を迎えたお子さんたちは美男美女として有名だそうです。2001年 MBC ベスト劇場での共演を機に恋人関係に、2003年3月に結婚しました。出会ってからたった3ヶ月でプロポーズし結婚の日取りを決めたそうです。おしどり夫婦で有名な二人の間には二人の男の子が誕生しています。2018年の映画ザ・ネゴシエーションが初共演だったと言われるヒョンビンとソネヤジン。その後大ヒットドラマ愛の不時着で再共演を果たした二人は2021年新年早々に交際を認め、大切に愛を育んできました。そして世界中のファンたちから熱い関心が注がれる中、2022年3月31日にゴールイン。同年11月には第一子となる男の子を出産しています。